はあなたが好きなのですよ本当に。でも会うといつも違うことを言ってしまうのです。僕にもわからないけど、あなたが悪いのかそれとも僕なのか、会うといつも違うことを言うのです。今日もそうでしたね。気象なんて映画見に行きまして、カトリーヌ・ドヌーヴがあなたで、マストロ・ヤンニが僕だったらなんて。でも喫茶店でおしゃべりしてる二人は、まるでまるで他人なのです。あなたに会う時はいつも偶然でしたね。偶然が僕を憂鬱にさせるのです。あなたと他人のあなたが行ったり来たりしているのです。あなたは他人なのですか？